こんち、俺の名前はイカ太郎っす。ある日、大学を散歩してたら変なものを拾ったっす。あー、今日の大学の授業めんどくさかったなー。残りの授業はサボって帰るべ。ん？なんだこれは。なんか落ちてるぞ。変なノートだ。なになに？デスノート。名前を書いたプレイヤーはその通りにキルをされてしまう。本当かなぁ？うわ、びっくりした。なんか落ちてきたっす。なんだこいつは。僕は妖精ヒレオだよ。とても不思議なノートを拾ったイカ太郎くん、そして謎の妖精ヒレオ。二人はこの後、とある事件を引き起こす。そして、イカ太郎くんは、試しにノートを使ってみた。